はい。どうも皆さん、こんにちは。エゼッこです。それでは今回なんですけども、2021年1月キャッシュレスお得キャンペーンまとめ、見逃せないキャンペーン多数ということで、皆様明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。ということで、それでは2021年1月のキャンペーンをですね、早速まとめてきましたので、お伝えしていこうと思います。一部のキャンペーンについては覗いてますので、ご了承ください。それでは、行ってみましょう。 ということで今回はこちらの2021年1月のお得キャンペーンまとめということでこのカレンダーを埋めながらねキャンペーンをお伝えしていこうかなと思います。まずお伝えするのはこちらのペ a ペ p からですね。ペ a ペ p ではいくつかキャンペーン開催されておりまして、まず一つ目はペ a ペ p ジャンボ一等最大全額戻ってくるキャンペーンですね。で、それにプラスアルファで対象のネットストアでお買い物をしたら最大で20%が戻ってくるキャンペーンっていうのも同時開催がされております。 開始時期に関してはすでに始まっておりまして、1月の11日までのキャンペーンとなっております。まあ、いろんなネットストアがあるんですけども、まあ、例えばで言うと、まあ、サンプル百貨店っていうのがあるんですが、まあ、ここであれば10%還元とかもやってるので、まあ、結構ね、お得に商品が購入できたりするので、ちょっと覗いてみるのは個人的に結構おすすめかなと思います。けど、今のところこの PayPay ペペジャンボでは全然当たってはないですね。 次はこちら、ペイペイと銀だこのキャンペーンですね。ペイペイジャンボ1等最大1000%戻ってくるキャンペーンということで、キャンペーンがスタートするのは1月の8日から1月の21日までということになっております。対象の支払い方法として、ペイペイの残高払い、あとヤフージャパンカード、そして後払いの一括払いが対象となります。3等であれば5%、2等であれば100%、1等であればなんと1000%が当たるということですね。 で、上限に関しては、1回、そして期間中トータルで1万円相当までとなってますんで、まあ、銀だこをね、よく利用される方はもちろん、たまに利用される方は、まあ、このタイミングでペイペイを使ってみるのもいいのかなと思います。続きまして、こちら、ペイペイモール、ヤフーショッピングで、ペイペイ残高のお支払いでペイペイジャンボ抽選で1等最大全額戻ってくるキャンペーンということですね。こちらのキャンペーン結構長いんですけども、1月の12日から2月の28日までの結構長めのキャンペーンとなっております。まあ、こちらも抽選 にはなるんですけど、も2%、10%、100%まで、まあ当たるということとなっております。 で、上限が1回、そして期間中トータルで10万円相当までということですね。まあ、未だにこの大きい金額当たってる方見たことないんですけども、まあ、もしね、あの、使うタイミングって言ったら個人的にやっぱここかなと思いまして、ヤフーショッピングとかに関しては、まあ、5のつく日っていうのがちょっとお得にお買い物することができます。15日であったりとか25日ですね。まあ、ちょっとしたエントリーが必須となるんですけども、まあ、その時にお買い物するついでにペイペイジャンボが当たったらいいかなっていう感じだと思うので、もしお買い物する予定のある方 ここをぜひ狙ってみてみくださいで、続きまして、こちらのペイペイジャンボなんですけども、あの、カフェのタリーズっていうところで、1月12日よりペイペイ決済が可能となります。で、そのタイミングで、ちょっと日にちはずれるんですけども、1月15日から1月31日までの間、ペイペイジャンボ全額戻ってくるキャンペーンというのが開催されます。で、対象の支払い方法なんですけども、残高払い、ヤフージャパンカード、後払い、そして、今回はそのタリーズアプリにもなんかペイペイの機能がなんか追加されるっぽいんですけども、 そこからの決済でも今回のキャンペーンの対象となるみたいです。 で、3等から1等まで2%、10%、100%までということになりますんで、まあ普段からね、このタリーズ利用されてる方はぜひこのタイミングで PayPay ペペ決済を試してみてください。そしてもう一つ PayPay ペペのキャンペーンとして、デマイカンと PayPay のキャンペーンということで、デマイカンで PayPay 残高でのおしゃれな抽選で PayPay ペペジャンボ1等最大全額戻ってくるキャンペーンとなっております。まあここ最近ね、本当にデマイカのキャンペーンというか、デマイカにたくさんクーポン出したりとかもしてるので、結構ここ最近暑いんですよね。で、開催される期間は結構短い 1>, 1月の29日から1月の31日までの3日間ということですので、まあ、普段から出前館利用されている方はもちろん、まあ、このタイミングで新規で利用される方は結構お得に出前館で注文できるのかなと思いますで当たる上限なんですけども1回そして期間中トータルで3万円相当までとなっておりますで続きまして D 話として D ポイントに関連するキャンペーンですねまず一つ目はこちら先月も開催されていたんですけども D ポイントスーパーチャンスありご搭載ということでこのキャンペーンというのは大きく2つに分かれておりますまず一つ 1> 1つ目は D D ポイントカードプラス D 払いを行うことで、500ポインンントがもらえるキャンペーンとなっておりますでこちらのキャンペーンですね、もうおそらく12月の時点で参加された方が多いのかなと思いますんで、もうそれをクリアされてる方はもうそれだけで OK です。またクリアされてない方は今お伝えした方法をクリアすれば500ポイントをゲットすることができますんで、サクッと行ってみてください。ちなみにですね、この特典1なんですけども、キャンペーンページで今自分がどれぐらいクリアしてるのかって見ることができるんですが、僕の場合はですね、特典1に関してはもうすでに条件クリアな てるんで500ポイントゲットという風に出ております。 で、続きまして二つ目。五つ以上のお店で D ポイントカード、もしくは D 払いで税抜き600円以上の決済することで、まあ抽選に参加することができるキャンペーンとなっております。これ第一弾と第二弾が分かれておりまして、今現在は第二弾が開催されてますよということになっております。で、こちらのキャンペーンに関しては、先ほどお伝えしたように、今自分がどれぐらいクリアしてるのかというふうに見ることができますので、また見られてない方は見てみてください。僕はあと三店舗でこの第二弾の 抽選権が、まあ、クリアすることができるので、もうちょっとかなという感じかなと思います。え次に D 払いのキャンペーンなんですけども、エンタメ系ネットのお店で D ポイント20%還元キャンペーンというのが開催されております。まあ、今回はですね、対象はこのエンタメ系ネットのお店20%還元ということなんですけども、まあ、ざっとお店としたらこんな感じとなっております。よく聞くのはコミックシーモーとか、レコチョクとか、まあ、個人的におすすめなのが、ローチケというところと、ムビチケというところですかね。もう、その名の通りですね。ローチケの場合は、ローソのチケ 20還元でで購入できま、すすすすよととというここさらにににでででねムビチチケケ関しては映画ののットを購入るるる際に利用がき今この時期ってね、ほんといろんな映画が注目されたりしてたりするので、まあ、このタイミングで映画見たいなという時はこのキャンペーン1月11日までなんですけども、まあ、利用してみるのもいいのかなと思います。ちなみに上限に関しては2000ポイントまでとなってますんで、まあ、ご自身1人だけプラス、まあ、ご家族とかで一緒に行く時にまとめ買いするのは結構いいのかなと思いますね。そして D ポイントもう一つこちらもありまして、 で 15%D ポイント増量のキャンペーンですねこちらも期間がですね1月の6日までとなっておりましてまあ、6日までなんですけども今上の字幕にも出している通りすでにですねもうポイントの交換が終了している場所もあったりするのでそこはちょっと注意をしてください交換しようと思ってもできないという場合もありますのでもし交換される際はですねしっかりと公式ページをチェックした上でポイント交換を行ってくださいで次に au ペイですね au ペイはまずこちらですねケンタッキーフライドチキン最大20%還元キャンペーンですね期間は1月 1月1日から1月31日までのキャンペーンとなっておりまして、まあ一部ね対象外の店舗があったりしたりとか、あと上限に関しては 1AUID あたり1回に500ポイントまで、期間中トータルが1500ポイントまでとなっております。で続きましてこちら、スーパーマーケットで AU ペイを使ったら最大20%還元キャンペーンというのが開催されます。こちらも同じくですね、1月1日から1月31日までのキャンペーンとなっておりまして、上限に関しては 1AUID あたり1回に500ポイントまで、そして期間中 トでで3000ポイントままとなりますんで、まあ、結構ね、個人的にこのキャンペーンいいなと思ってたんですけども、対象のお店が全然ないので、まあ、ちょっと僕個人的にはちょっと利用することができないのがちょっと残念だなというふうに思います。ですけども、住んでる地域によってはかなりね、対象のお店があるっていう方もいらっしゃるかなと思いますんで、ぜひこの期間中 AUP 決済するのはおすすめかなというふうに思います。 ちょっと羨ましい。で、次に楽天ペンですね。楽天ペイではこちらですね。楽天ペイである楽天ポイントでスイカにチャージっていうキャンペーンですね。このキャンペーンっていうのは期間中に楽天ペイスイカに楽天ポイントをチャージすることによって、二人に一人期間中のそのポイントチャージ額を全額還元ということになってますんで、まあ、確実にもらえるわけではないので気をつけてください。で、参加することができるのはアンドロイドユーザーだけとなっております。で、上限が1000ポイントまでとなってますんで、まあ楽天の通常ポイントを1000ポイントぐらいチャージして、まあ、戻ってきたら いいいかなっていう感覚で、やるのがおおすすすすめかななとと思いままま期間は1月31月日までとなっておりますで次にメルペイですね。で、メルペイなんですけども、今僕は、あの、メルペイのクーポンが届いておりました。スキア、マツキを、ここからファインと、ミニストップとウェルシアという感じで、まあおそらくクーポンに関しては、結構バラバラで付与されたりすることがあるかもしれないので、 もしね、届いてる方いらっしゃいましたら、この期日とか切らさないようにお得に使ってみてもいいのかなと思います。で、次に、まあ、ちょっと前も動画にさせていただいた J コインペイですね。J コインペイでは今こちらのキャンペーンが開催されております。冬の三大感謝祭ということで、三つにキャンペーンが分かれておりまして、まず一つ目は、毎日100円以上の、まぁ、あ、お買い物、まあ、J コインペイでお買い物をしたら50円が付与されると。これ期間中ずっと50円付与されるんですよね。次に、紹介することによって500円分がもらえるっていうキャンペーンも開催中です。上限が5名様までと、 なっておりますんでまあそれをクリアされたらそれ以上もらうことができませんので気をつけてくださいそして3つ目 1000円以上を税込ペイを使って送金することで200円分が付与されるというキャンペーンも開催中です。なのでね、お友達ご家族でやってみてもいいのかなというふうに思います。期間は1月の31日まで開催中です。次にファミリーマートですね。ファミリーマートなんですけども、こちらポイント2倍のキャンペーンの開催中で、開催されるのが水曜日と土曜日が開催されるということになっております。なので今青い線が引いているところですね。ここが開催される日付となりますので、もしファミリーマート利用される際はですね、 ここを狙ってみても結構お得にいけるのかなと思います。で、次に、クレジットカードの JCB なんですけども、JCB の中でもあのオリジナルシリーズっていうんですかね、JCB カード W とかそういったカードを持ってる方限定のキャンペーンとなるんですけども、こちらセブンイレブンを利用するとポイント10倍のキャンペーンとなっておりまして、このキャンペーンというのは1月の31日まで開催中でございます。もし参加する際には、事前にそのポイントアップ登録っていうのは、まあ、いわゆるそのエントリーみたいなのが必要となりますんで、もし普段からね、JCB カードを利用される方はですね、ポイント アップ登録行った上でセブンイレブンで決済したら時々ポイントまあ実質5%分ぐらいが還元されるんでちょっと1ヶ月だけなんですけども参加するのもいいのかなという風に思いますまあ、最後にですねまとめということで今お伝えしたキャンペーンをずらっと縦並べにさせていただきましたまあ、パッと見る限り今のこのペイペイの傾向的にはもうこのペイペイジャンボがすごい目立ちますよね抽選のキャンペーンというかなので確実に戻ってくるキャンペーンもあったりするんですけどもまあ、もしねこういったペイペイジャンボに参加されるときはガチ で挑むというよりかはもう当たったらいいかなという感覚でいるのが一番いいのかなという風に思いますまあ、個人的に参加してみようかなと思うのはここぐらいかなという感じですかねペーページャンボ、ペーペーモールとヤフーショッピングのキャンペーンと あと、デマイカもたまに利用するので、この3日間の時だけはちょっとデマイカ利用しようかなと。D ポイントのありがとさに関しては、おそらくまあ自然とクリアできそうな気がするので、サクッと終わらせようかなという感じですかね。で、まあ先ほどお伝えしたように、a u p スーパーマーケットのキャンペーンに関しては、もうここは唯一ね、今お伝えした中ではかなりお得のキャンペーンかなと思いますんで、近くにある方は、対象のお店がある方はもうぜひぜひ参加してみてもいいのかなというふうに思っております。あ、そんなこんなで今回は、2021年早速の1月のお得キャンペーン、 まとめということでお伝えをさせていただきました。まあおそらくね、まだ今1月1日とかなので、 キャンペーンが発表されてないっていうこともあるのかなと思うので、まあ細かいキャンペーンとかまた発表され次第、改めて動画にしようかなというふうに思っております。あ2021年もね、どんなふうなことを、どんなキャンペーンが起こるのか全然予想はつかないんですけども、僕はね、今まで通りお得なキャンペーンをうまく使って、また新たに情報発信もしていこうかなというふうに思っております。まあ、今後もね、変わらずまあゆるーく動画を発信していこうかなというふうに思いますんで、今年もぜひともゆずひこチャンネルをよろしくお願いします。ということで、 本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました